カキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。さあ本日は僕が大好きなあの辛いラーメン屋さんからセブンイレブン限定でね、こんな焼きそばが出たんで食べてみたいと思います。それがこちら。モコタンメン中本北極焼きそば。辛そう。日清セブン&アイプレミアム、モコタンメン中本マクド北極焼きそば。辛さの極致、ほとばしる辛さ、激辛マヨファイヤー。熱湯5分、2代目蒙古タンメン中本。俺が2代目だ。でも指は1本。めちゃくちゃ辛そうやん。僕すっごい辛いものとか動画でやるの超久々っすね。今までもこの蒙古タンメン中本、実際にね、昔池袋住んでた時に池袋西口店にね、よくね、通ってたんですよ。そんくらい僕も蒙古タンメン好きで、このヒカキン TV でもね、9年くらい前かなに、このね、今日これ買ってきたんですけど、蒙古タンメン中本のこのカップ麺、レビューしてたり、もう超前。あと、北極ラーメンもね、以前カップ麺食べて、辛すぎるって言ったのを覚えてるんですよ。これももうめっちゃ前。で、今日なんかね、セブンイレブンにいろいろ売ってたんですけど、ほら見てこれ。ベビースターとかも売ってんのね、今。大人気だね、蒙古タンメン中本。なのでね、辛すぎたら、これを食べてね、緩和したいと思います。あと、こんなのも売ってましたね。蒙古タンメン、トマタン？トマトタンタン麺ってことかな？うまそうだね。まあでも今日食べるのはこちらでございます。さあ、作っていきましょう。男ならこんなペロッと完食よ。さあ、おお、麺が、あ、なんか独特の太さしてるな。ちょっと平打ちっぽいっていうか、まさに蒙古タンメン中本の雰囲気が焼きそばの麺にも出てるわ。で、火薬は人参とキャベツかな、これ。はい、そして火薬はこの3個なんですが、これポイントが、液体ソースは蓋の上で温めてください。粉末ソースは蓋の上で温めないでください。蓋の上で温めないでください。ということは、これだけ蓋の上で温める。OK。はい、GO! お湯垂らしちゃった。危ない。はい、ゴー。熱湯5分っすね、これ。熱湯5分。はい、オッケー。はい、オッケー。5分待ちます。はい、5分経ちました。はい、お湯を切って、ういっす、ちゃんと切ってね。オッケー。はい、今ね、湯切りして麺見てみたらね、思ったよりこれ太いっすね。お湯を吸ってより太くなりました。これなんか食べ応えあるぞ。焼きそばで言ったらかなり太い方だと思う。で、これ以上太くなると焼きうどんになるんじゃないかっていう雰囲気が少し感じられる太さです。ほら、うわ、うまいよこれ絶対。はい、それでは1つ目、液体ソース。やば、ちょっと待って。うわ、もう赤通り越して黒じゃん。これやばいな。これやばいっすね、これ。嫌な予感。続きまして、粉末ソース。パサ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 。めちゃめちゃやべえ色じゃん。さっきまでの雰囲気が一変。うわー、マジ？もう超辛そう。はい、絡めて。うわー、ただうまそうじゃね。すげーうまそうな香りするぞ。うわー、超うまそうじゃん、これ。いけんだろ、勢いで。食べられんだろ。多分うまいから。本当にうどんじゃないかなってくらい、ボリューム感じる。さあ、そして最後は、激辛マヨファイヤー。やべえな、ファイヤーって言っちゃってっからな、ファイヤー。いきまーす、せーの。やべえ、これやべえ。やばいわ。これはやばいっすわ。マヨネーズじゃねえ。マヨネーズじゃないよ、これ。いやー、やば。
とんでもないことになってる。これはもう悪魔ですわ。やば。大丈夫かこれ。これやばいな。大丈夫かな。うわー。ただうまそうなんだよ、すごい。勢いだな、これ勢い。血糖値とかと一緒で、満腹になる前に全部食べちまえば満腹にならないみたいな、あれでいくわ。それでは、いただきまーち。いただきまーち。じゃあもうマヨネーズもソースもたっぷりかかってるところ。いただきます。お？ん？うまー！おー！うまいの後に来るよ、じわっと来て来て。あ、こういう感じね。今ゆっくりと走ってきてる感じ。なんて言うんだろう、ゆっくりとウォーミングアップが始まって、あ、このままずっと上がってっちゃうやつだ、これ。あ、でもね、辛いの強い人だったら大丈夫だね。僕より弱いんですけどね。全身の毛穴から汗が。やば。ただね、うまいよ。なんか、マヨネーズ含めて、一口食べた感想がもうね、蒙古タンメン中本だっていう雰囲気が、焼きそばでマヨネーズかかってるのにふわってくるんだよね。だから、キャベツのシャキシャキ感とかも美味しいし、麺ももちもちしてて太麺でうまいわ。全部食べれるかな、これ。でも、ちょっと昔食べた北極ラーメン、あのカップラーメンの辛さちょっと忘れちゃったけど、これラーメン、北極ラーメンよりは辛くないんじゃないかな、多分。あー、そこでもないか。胃の位置がここです。胃の位置ね、ここで、大きさはこんくらいっていうのは分かるぐらい、ここは胃を感じる。あー、汗垂れてきた。3口くらいで。ただね、美味しさは感じるところで僕は止まってる、ギリギリ。マヨネーズがほのかにかき消してる辛さを。キャベツも美味しい。あっちぇうまい。これ辛いの苦手な人はね、無理です。まあまあ、そもそもそういう人は食べないと思うんだけど、無理です。はい。あ、グレープフルーツジュースじゃなくて牛乳とか用意してよかった。この汗わかりますかね。ハゲてるとかじゃ、ハゲてるとか関係ない。この汗わかりますかね。ハゲてるとか関係ない。やばい。つってももう半分以上食べてるから、こういう時はこれだな。これで辛さを紛らわしていこう。よし。これ太いやつじゃん、これ太いやつじゃん、これ。あ、こっち細かいのか。こっちなんか丸いタイプだ。北極。あ、うんま、これうま、うま、辛っ。鼻水垂れてきた。うんま、これうまい、これうまっ。やばい、いっちゃう、もう勢いでいっちゃうわ。これゆっくり食べてたら食べられなくなる、これ絶対に。一気にいっちゃおう。サウナ入ったぐらい汗かいてる。いける、俺いける。自分を奮い立たせろ。食べきらなきゃ2代目店主に怒られるぞ。僕お店で北極食べたことないんですけど、お店で北極無理して頼むと大変なことになるからね、残しちゃダメだよ。よし、こうなるんだな、お店で食べると。お店の方が辛いんだろうな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。トゥデイズヒカキンズポイント。
95! 美味しいけど辛すぎ。これのさ、これのちょっと辛いくらいでしょみたいな思ってると、とんでもないことになるよ。だからね、結構俺辛いのいけるんですよって人は、すげえ美味しく食べられると思います。だから、美味しいっていう味はもうね、ほんと95点っていう超高得点叩き出すくらい、美味しいんだけど、ゆっくり味わってる余裕が出ないですね。ただ麺はもちもち、キャベツもシャキシャキして美味しい。マヨネーズもかかってるのに、ほんとに蒙古タンメン感もしっかりと焼きそばなのにね、あって、非常にいい出来でした。辛さに自信のある方、ぜひ食べてみてね。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。2代目です。バイ。ダーラク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 。